はい竹内ですこんにちは、こんばんはということで、今週もね、追い切り判定やっていきますが、まずユニコーンステークスの方からアップしたいと思います。追い切り、内容とコース相性、調教師の相性、馬自身の相性なんかをね、使って簡単に紹介していくという動画のスタイルになっております。当該コースと調教の成績データとか、そういうものはですね、もうすでに対策動画の方でアップ済みとなっておりますので、この動画では触れませんので、えー、っと、まあ、対策動画の方をね、改めて見ていただければなと思います。 じゃあ、まず順番にやっていきますが、名称モーズからですね、はい、リットのハロウィ、えーン53.5秒、姉妹が12.7、12.2というね、姉妹12秒台まとめの加速ラップで、これ自体はいいことなんですけれども、まず名称モーズが加速ラップの時は全敗していると、あ,あと、まあ、それ以前に一生、二着一回してますけど、馬券県内になった時はうどん追い切りだけなので、今後もそういう時に買いたいと思ってます。はい、で、旧車との相性なんですけど、えっ、ー、と、まあ、原則ラップよりは加速ラップの方が、 まあ若干マシな程度ですね。若干ですね。はい。で、あの、これね、あの、もしかしたら、あの、間違える方もね、うちのチャンネルよく見てらっしゃる方が逆に間違える可能性があるんですけど、 あの、松永、あの、松永は松永でも松永未三給車じゃないですからね。あっちはもう加速ラップの時カットこうぜっていう給車なんですけど、こっち違うので。はい。で、こっちは特にですね、ダートポリトラック。はい。で、追い切った時がね、あの、数少ないぶっ込みパターンなので、まあ、そっちをね、覚えておいていただければなと思います。はい。で、左下、対策動画の通りで、ハンド時計が速い馬のね、優位性が特にないっていうコース、東京ダート1600メートルとなっておりますので、 まああの、ラップに関してはね、加速ラップの方がやや、もうビビたるもんです、珍しく。珍しくビビたるもんぐらい、あの、原則ラップよりちょっといいかなっていうぐらいなので。 うん。あのー、ウッドのね、成績が良いコースではあるんですよ、立東に関してはね。なんで、まあハンル組は基本的に減点して,していこうかなというところですね。なので、まあ、まバツ、黒三角、黒三角となっております。はい。で、名称モズは、あの、ま構、あ、想者2回が前目のポジションから早めに動いていってっていう競馬している時なので、なんか特定の形でしか力出しにくい馬なのかなとは。 はい。現状、そんな印象を持っております。ただ、決め手もあるんですけどね。なんですけど、まあ、重症だとね、現状では多分、物足りないかなっていうね、過去のレースっぷりを見ても、ちょっと足りないかなと思います。 次にアイファーテイオーです。えー、反路で53.2秒。姉妹がね、11.9秒の加速ラップという形で、普通だったらまあ高評価になる馬なんですけど、まずね、反路でもウッドでも穴で勝利をしている馬ではあるんですが、この2戦ですね、ここ2戦はあの反路時計がいいんですけど、まあ内容がさっぱりだったというところで、まあ今回ね、これぐらいの時計で構想した経験はある、ありますしね、加速ラップも初なので面白さはあるんですけど、 過去の成績とリンクした評価としては微妙かなっていうところで黒三角にしてますし、旧社ですね。あの、うっといきりの方が成績が良いっていうところで、反論の姉妹11秒台で勝負係に見える時にですね、これ過去5年で一勝しかしていないんですよね。うん、勝率6%ぐらいしかないんですよ。で、人気でも飛びまくるっていうことで、なんかね、この、 普通だったらある程度どこの厩舎でもいいパターンだったりはするんですけど、なんか怪しい時にね、この厩舎だと多い状況にはなってしまっているという感じです。しかもコースですね、東京のだと1600メートル、姉妹11秒台のね、加速ラップでも別に抜けた成績にならない珍しいコースで、 ま、バケン的にもね、他の加速ラップのパターン、姉妹にハロン12秒台まとめとか、姉妹のみ12秒台の加速ラップとね、そんなに差がないんですよね。なんで、せっかくのこの11秒台の加速ラップなんですけど、高層相性がプラスになっていないというところは残念かなという感じです。はい。で、え、ま、アイファテイを小倉でね、2勝していますが、 うーんそうですね、えーとまあ、デビューから2戦が前々の競馬で逆噴射して、でそこから小倉で差し切り2発、で金層2戦、まあ、ここは相手も強かったんですけど、まあ、ちょっと決め手の部分では足りなかったのの状態なのかなと思うんですよ。 うんでやっぱ今の成績見ると、やっぱシンプルに小倉では買いたいなとは思うんですけど、まあ小倉に出てきた時に、まあもう人気するでしょうけどね。はい。なのでまあそれを忘れるぐらいなんかあの凡想が続いて、で小倉で買って、で、後からこの馬小倉得意じゃんっていう、そういうふうに言ってる人が多い中で馬券当てるっていうね、そういう形を狙ってきた馬かなとは思っております。もちろん調教そのもの自体はいいんですけどね。 次にヘンリーですね。はい。えー、離島の半路で55.3秒で、姉妹のみ12秒台の加速ラップとなっておりますが、えっと、東海州半路、これまでで一番遅いですね。で、この2連勝のような12秒台まとめの加速とか、原則じゃないっていうね、12秒台で姉妹まとめていないっていうところ、うん、姉妹のみ12秒台の加速っていうところで、まあ、あんまり強調材料は、馬個人としてはないかなと。で、9社としては安定はしていないんですけど、姉妹のみ12秒台の加速ラップで、全体時計が地味な時はね、勝率も返し 最中も高い旧車なんですよねただこれ未勝利から2勝クラスぐらいまでなんですよ。成績がすごくいいのがね。そこだったら二重丸にしてもいい成績なんですけどね。ということで、あの丸ということにしました。で、エっトコーストの相性に関してはもう、うん、あの、先ほどと同じで、まあ、対策動画の通りですね、あの時計が早いっていうことのね、優位性もないですし、ラップは加速ラップの方がややいいっていうところもあると。まあ、そんぐらいの話なのでという感じです。はい。で、えー、まあ、ヘンリーなんですけど、 馬自体はすごくてね、ここ2戦が0.9秒差、0.7秒差の圧勝2連発ということになっております。 うん、で、相手が弱かったのかなと思いきや、そうでもなくてね、前走の一勝クラスなんて、あの、0.7秒差で勝ってるんですけど、任された馬たちがですね、次走2頭も一勝クラス勝っちゃってますし、2頭が化けないで、全5頭が次走走っている中なんで、非常に、あの、高走率が高いレースになっているんですよ。で、それを物差しにすると、もしかしたらヘンリー、相当強い説はあるので、調教の判定はちょっとね、えー、悪めなんですけど、うーん。 全然それでも買いたい気持ちにはなる馬ですね。僕的には。次にサンライズジークです。はい。えっ、ー、と、55.5秒反論出してます。姉妹のみ12秒台なんですけど、まあ。 あの微妙なところでね、13.0のところを誤差と見て、えー、12.9と見るんだったら12秒台まとめだしみたいなところもありますが、えっと、馬自身ですね、現状では暴走しているときにこれ、えー、構想しているときにこれっていう区分けがない感じですね、ほぼほぼ誤差範囲で12秒台まとめの時計なので今回、まあ、この馬の標準の範囲内ではあるということは言えますけど、特にまだ特徴がない馬かなと思いますで。旧車としては、ね、加速ラップでで計なんですけど ああ高成績なんですけど、53秒以下ぐらいでね、加速ラップだったら20丸つけれる矢作9車なんですけど、まあ全体時計が55秒台。だとね、本当にあのこの9車であの爆発的に成績がいい時との差別化っていうところを考えたら丸かなというのがベストですね。はい。えー、まあ何ら原点要素はないです。別に20丸をつけてもあの、いいぐらいの丸という感じになります。で、コースと調教の相性は先ほどまでと同じという感じで見ていただければなと思うんですけれども、まあこのサンライズジークね、 えーまあ、ダートで一勝クラス勝ってニュージーランドトロフィー出てきちゃってで2.3秒差の負けはいまあちょっとなんか <laughs> そこが余計だった気もねしなくもやっぱないっすよねうんでまあ生実家ねあのー、昨年の新馬戦でね7頭立て5着っていう結果ではあったんですけどまああの勝ち馬のオープンファイヤーから見れば0.3秒差っていうところもあったので、まあ、芝でもっていう思いはね、まあ、湧いてくるだろうなとは思うんですけど なんか一個そこを使っちゃったことによってね、かなりあの感覚的にもちょっと狭まってしまったかなーっていう。うーん、そうですね。なんか一つ無駄だったかな。それがなければなとはちょっと思います。はい。まあとりあえずこのでもダートでね、で、あの先行できればまあ崩れていない馬なので、その点がね、今回のレース向くかどうかですよね。出遅れちゃったらきついと思いますし、なんか、 ま、真ん中ぐらいの偶数馬板とかを撮ってね、ポーンと出てくれたら面白いかなとは思うんですけど。 次に、えー、カレン・アルカンタラなんですけど、ハノで50.8秒で、11秒台のある減速ラップとなっております、まあ、時計的にはとてもいいんですけど、過去の結果ともリンクはあまりしていないというところもあります、で減速ラップで勝利している経歴があるので、まあ、その点踏まえて、えーまあ、1段階減点ぐらいでいいのかなとは思いましたが、旧車ですね、ここで注目したいのはね、ハノ時計が速い時で11秒台があるとき、まあ、ニハロン11秒台の減速か、シマイ11秒台加速ですね。 うん。あの、爆発的な高成績を出している新谷旧社となっていますので、ここはもう二重丸無条件でつけますけど、まあ無条件というかその条件に該当するからつけるんですけど、コース相性の方はね、罰になっちゃうんですよね。で、海要素が大きいことは大きいと。うん。なので、なんか馬券的にはこの本線のね、組み合わせじゃなくて、なんか別枠で単腹抑えたりとか、 うんでも広く買うんだったら馬券内に入れたいなとかねそっちの馬券にもそういうタイプの馬かなっていう印象ですねこれで取りこぼしちゃうとやっぱ走ったねっていう話で終わってしまうのでうんそうですね一応は買っておきたいどういう形であれ買っておきたいかなと思いますでコストの相性なんですけどほんと晴らしいタイムで11秒台の減速ラップなんですが。 これ通常だったら、ね、多くのコースで、ね、あの二重丸がつくと思うんですけど半路の、ね、速い馬の優位性があまりないコースでありますし減速ラップなので、まあ、二重の減点対象にはなってしまったなっていうだから多分半、ね、路で50秒台で、えー、と11秒台があるラップで減速だとはいえ×罰つけるっていうコースはほぼないと思うんですけどね。 なんですけど、まあ、今回はちょっとつけざるを得ないかなっていう感じにはなってしまいました。はい。で、このカレン・アルカンタラなんですが、新馬戦4着で、で、未勝利一勝クラスと連勝、川田ジョッキーが乗って連勝しました。で、えっと、まあ、その後ですよね、ューステークスに関してはちょっとポジションが後ろになっちゃって、不良ババっていうところもあったのか、6着、1.0秒差の6着。で、ホースステークスに関しては、えっと、先行はしたんですけど、 先行馬の中で唯一崩れて8着だったんですよね。ただ、プラス12キロっていうのもあったのかなとも思いますし、うん。で、まあ、長距離時計、特にね、さっきも言ったみたいに、この死んだ二級車っていう点を考えると、まあコンソをね、巻き返してくるための十分、この色気は持ってるような作りをしてきてるなっていう感じですね。で、個人的にはさっきも言ったみたいに、あの、買いたいですし、まあ半信半疑で買う形かなと思います。まあ競馬なんてね、あの、半信半疑。 うん、この言葉をどう捉えるかなんですけど多分ね硬い方はですね半信半疑で買うなよって言うかもしれません。ででも競馬ファンの,あの感覚で言えば 半信半疑って十分ですよね馬券買うあの、ね、根拠としてはねもう十分だって半分信じてるんですよ半分疑ってるんですよ半分信じる馬って割と本命候補だったりしますからねはいなんで僕もね半信半疑って書いた時になんかあの間違った伝わり方すると嫌だなと思ったんですけど冷静に考えたらもうねあの一番人気だって。 ええと、半分信じられないわけですからね。一着っていうところで言えばね、勝率で言ったら33%くらいなんですから。っていうことで、あの、半信半疑、はい、競馬における半信半疑って結構期待しているよっていう、そんな表現になるんじゃないかなと僕は思いますね。 で次に対策動画の方で押してました、ベンダ・バリ・ラビアということでですね、えー、本当にあの言いにくい名前なんですけれども、えー、ウッドで66.6秒 15.、15.3、13.6 11.、11.2、11.6という内容になっております。まず馬自身はウッドの姉妹11秒台で三戦2勝、その点はプラスですし、ウッド生きで、えー、反論の加速ラップをね刻むということも定番、えー、それをやってきているということで、まああの丸、三、まあ、戦3勝してたら20丸つけたかったですけどね、20丸,にえー、いや丸にしておきました、ね。 旧車なんですけどもあのうどのい切りで販路ありまあこれ基本ですよね寺島旧車なんでねで日曜日に加速ラップを刻むっていうのは割とレアケースなんですよはいで、えっと、今回それをやってるんですけど特にねダートで構想が多い勝負パターンになってまして 近年、これすごくあの狙い目になってきてますよね。勝率も30%超えてます。単回数も200%超えてますし、あの今年ね、毎月数頭、まあ、1月いないんですけど、昨年の12月からね、毎月数頭出てきて、毎月勝ち星を上げてて、で今月に関してはもう3頭いて参勝してるんですよね。で、このね、新しい必殺状況パターン、新しいというかまあ昔からいいんですけど、最近特に良くなってきている。多様しすぎてますね。 うん、でこれに該当しているので、もう二重丸間違いなく、あの旧車プラス長距離のところは打つという感じになりました。で、コース調教のところですけどね、コース特注調教の条件として、対策動画の方ですでにご紹介済みの通りで、ウッド5ハロン67秒台以下で、レース前7日間に反論あり、まあ、特注判定に該当、であとはもう姉妹の1ハロンの時計が早ければ早いほど信頼が上がるという成績になってますので。 11.6、はいまあ、秒ですからねかなりの加点ということで、まあ、星印、えー、コース特注状況には星つけますけど、はい、その星をつけました。まあ 星2つとまでは言いませんけどね。星、えー、星1つ半ぐらいはつけていいんじゃないのかなとは思います。はい。で、えっと、まあ、対策動画でね、まあ、予測した通り、それ以上の状況だったっていうところ、まあ、それ以上までいかないか、予測した通りぐらいの状況内容で、まあ、個人的にはもう理想通りで満足ですね。これでも買いたい気持ちがより強くなりました。えー、福竜ステクスに関しては、あの、水戸の王にね、唯一、あの、怠慢というかね、力勝負を挑んで勝ちに行って負けたっていうところもありますしね、えー、急に先行してね、 うん、まあそんだけの自信が陣営にあったんでしょう結果は7着でしたがという感じですねでホースステークスに関しては、まあ、窮屈な競馬になっちゃってね直線まで何も動けないような競馬になっちゃって一番人気を裏切って9着という結果なのでまあ割と理由がある敗戦2つと1つは負けてるけど陣営の気持ちが見える自信が見えるっていう競馬だったっていう点は1つ僕はフクリューステークスの7着の話ですけどこれはプラスに見てますかね。 はい、でそういうふうに敗因もありますし、かなり巻き返しに期待したいなっていうところで、この調教内容なんで、もうこのね、もうあのベンダー・バリラビア、非常に言いにくい名前なんですけども、あのこれをね、あの週末は結構、重い印を打って予想をアップするんじゃないのかなと思っております。 で次にグレードサンドシーですね。ここからリットのウッドになるわけなんですが、ゴハロンで67.3秒、シマが11.5、11.5と、えー、なっております。えー、っと、反論でもウッドでも勝ち星がある馬で、どっちで来るのかななんて話を対策動画でしてたんですけど、まあ、ウッドで勝利した時も67秒台でしたし、日曜反論の時計が53秒ということでね、反論の追い切りの時よりも早いぐらい出してきてるので、まあ、かなり全力でここ取りに来ているような印象はありますね。はい、馬との相性もいいと思います。で、9社なんですけれども、反論を使いつつ、 いきり入れしまいが早い、まあ、定番の状況なんですけどこれでね合わせ先着だったらね回収率勝率爆上げ、えー、なんですよ。はいでもまあ単走だったので、まあ、中落ちだ9社としては1段階落ちるので丸にしましたけど他の旧社だったらもう二0丸ですねっていうぐらいのああのまあ、この旧社全体の成績がいいですからねその中でも特別いいものに二0丸打ってるのでうん。 丸にはしましたけど、別にここに二重丸を打てと言われたら、別に僕は打ってもいいぐらいですね。そんなにあのこだわりを持たなくてもいいぐらい好成績ではあります。はい。で、こちらもですね、コース特注調教に該当ということで、まあ、日曜日の時計も早いですしね、えー、ベンダバリラビアと同じぐらいの評価をしていいんじゃないのかなと。えー、実質、えー、星一つ半とかね、そんぐらいですかね。うん。で、まあ、あの反論いっき切じゃなくて、ほっとしてもいいんじゃないかなと思います。 はい、グレートサンドシー買おうかなと思っていた人に関してあのからすると、うん、域ロイよりも絶対僕はウッドイの方が良かったと思いますので、はいあの、そこはちょっと僕自身もほっとしましたかね。はいえー、そしてですね、このグレートサンドシーなんですが、えっとまあ、参戦して2勝4着1回という結果です。えー、負けたヒアシンスステークスに関しても、アガリサンハローはね、36.7秒の3位という結果ですし、まあ、不発知らずの馬だなというところですね。うん で、やっぱり立党場なんでね、あの、見本の販路回収工事なんてものが何も関係ない、やりたい状況を万全に行えているっていうだけでも僕は優位なんじゃないかなと思っておりますし、まあ、後ろから行くとして前残りにならなければ十分上位争い、えー、してくれるんじゃないかなとは思います。次に、ジャスパーバローズです。えー、ウッドでゴハロが65.8秒。 姉妹が12.2という内容なんですけど、しま一、あ、ち波論は遅めなんですけどね、ここまで,でまあ割と使い詰めなのに時計がぐっと良くなってるなっていうね、全体の時計が、まあ、ここ2 0の結果からも調子が上向いてきたと思いますし、非常に興味深いなと思います。もうちょっと緩めてくると思ったんですけどね。 厩舎、はい、としてはまあうウッい切りで反路あり、まあ、姉妹は12秒台前半ぐらいからいいんですけど、合わせ先着なら勝負負負けにできるぐらいの結果なんですが、今回ちょっと遅れてしまっているということで、で遅れた馬の勝率がかなり低い厩舎っていう特徴がありますので、その点で黒三角にね、1段階下げさせていただきました。で、えー、ジャスパーブローズも特注には該当してるコース特注調教には該当しているんですけど、 まあこれ対策動画でも言ったみたいにですね、姉妹時計が早いほど高成績になる今回のコース特注調教であって、で姉妹ね、12.23がギリギリの到落線上って話したんで、まあ本当にそれぐらいのラインに乗ってしまいました。うん、星はつけるんですけど、さっきのね、グレートサンドシーとか、えー、っと、ベンダバリーラビアとはですね、かなりあの大きな差がある星かなと。 実質星半分かなっていう感じですね。前2頭が星1つ半みたいな。1個と半分みたいなね。そんな感じでイメージしていただければなと思います。で、ジャスパーバローズなんですが、すでにもうキャリア10戦となってるんですけど、まあ、ようやくね、結果がついてきたのが、まあ、この2戦ぐらいなのかなっていう。まあ、それまでもいい競馬してるんですけどね。4着、4着、6着、4着とか、そんな競馬、あの、結果ばっかなんで、十分な結果は出してるんですけれども、 うん、でやっぱ使われ詰めで余力がないと思いきや調教内容を見るとまだまだ元気ですしちょっと姉妹を生かす競馬にねあのをやり始めたらそこに活路が出てきたなっていうところもあります。まだまだねあの体もでかい馬なんで成長力もあるんじゃないかなとかは思ったりもしますね。 次にね、西のカシミヤということで、えミ、ー、ホの、ミホですね、ミホのウッドでゴハロ六が65.6秒となります。姉妹11.4なんですけど、まあウッド姉妹11秒台で構想しています。合わせ先着で構想。まあきっちり構想パターンの内容に該当してきたなというところです。あとはもうスタートと展開次第では面白い存在になってきたなという、ちょっと僕の中ではあまり気にしてなかったんですけど、興味が湧いてきた馬です。で、9社としてはウッド姉妹11秒台での勝率が7%ぐらいしかなくて、回収率40%足らずという、まあ、低成績ですね。合わせ先着 しているので多少はその成績よりも成績が上がる傾向なんですけど、旧社の部分で言ったら手を出しづらいかなと思いますね。ただ馬の馬と調教の関係性で言ったら魅力的だという感じです。で、コーストの相性を黒三角にしてるんですけど、ま見、あ、本に関してはね、当然あのカチウマ自体は多い調教内容ですよね。ウッドっていうのはなんですけど。 販路の回収中ということでね、えー、毎週言ってますけど、まだ4ヶ月がまだ始まったばかりです。もうこの時点で何とも言えないですよね。ウッドプラス販路ではない時点で全ての馬が、やっぱ減点対象にしておかないと。 今んとこね。はい。あの、そうした方がもうすっきりすると思うんですよ。でただ、その時計内容を考えると、まあ一段階の原点までかなと、時計内容いいですからね。っていう感じですかね。はい。まあこの辺がちょっと曖昧になるのはもう仕方ないですね。はい。見本の反路がないのに反路の調教をしてたらどうなんだろうみたいな。さすがにそのタラレバはね、いくらタラレバが好きな僕でもね、あの、 やっちゃいけないことだと思いますからね。ただの妄想になっちゃいますからね。はい。え、で、えっと、西のカシミアなんですけど、まあ、シンプルに逃げてどこまでやれるかというような馬ですよね。で、重馬場のダートでね、あの、2勝してますからね、本当にそこは魅力で、あの、梅雨時なんでね。 あの、フれ触れと陣営も思っている気がするんですけど、まあ、残念ながら今週は晴れるということで、はい。あの、その点は魅力落ちちゃうかなって感じなので、まあ、僕的にはここ負けて、えっと、まあ、梅雨の間とかね、台風シーズンの間に、まあ、雨の日に人気薄捨てて出てきてくれた時に、えー、の、あの、買いたいなと。はい。で、メモしてある馬だなというところで、まあ、今回はちょっとね、うん、僕はちょっと買う予定はないっすね。 え次に、お祭り男です。はい、え同じ伊級者になりますが、二等出しですね。二等登録しております。えー、見本の音でごはる六が64.7秒というね、いい時計出しております。姉妹11.5秒となっているんですけど、まあ、函館で2回構想しているので、過去との比較難しいんですけど、時計はね、これまで以上の内容なんですけど、あの、評価材料としてはね、過去の成績との、はい、一致度が少なすぎるので、ちょっとまあ、罰を打していただきました。で、旧車なんですけど、 うん、あの西のカシミヤと2頭出しなんですけど、まあ、評価同じ黒三角ですね。おなもう全く同じぐらいの黒三角です。はい、ただ、能力的にチャンスはある2頭なので、だと思うので、僕は。調教しっかり2頭ともやったっていうね、こういういい時計で来てるっていう意欲が伝わるというところで、黒三角2頭で、 合わせてこの2頭この9社で丸かなっていう感じですかね。この感覚がちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、どっちかなんとかなんねえかなっていう感じで出してきてる感じがするので、丸という感じです。はい。まあ、あの表記は黒三角ですけどね。で、コースの距離の相性は黒三角とさせていただいておりますが、まあ、このお祭り男なんですけど、 えと、まあ、全日本2歳優秀までのね、えー、2着でしたけど、はい、そこまでのキャリアって、ま、非常に順調でしたよね。新馬戦勝って、2歳ステークス3着。で、えー、山防止省1着というところもありました。で、その後ね、えー、地方に行きましてね、兵庫ジュニアで、一、えー、1着という感じだったんですけども、その後ですよね、あ、で、全日本2歳優秀が2着があって、 で、で、ヒアシンスステークス、はい。まあ、58キロの上にちょっと挟まれてしまって13着ということで、なんか横山武志騎手って <laughs>、今年やたら挟まれてませんかな,なんか一番多い気がするんですよね。それが本人のせいなのかね、周りのせいなのかわかんないですけど。で、えそこからあの、ニュージーランドトロフィーに出てきて14着とね、まああの、ね、えー、この馬もニュージーランドトロフィーに出てきちゃったんですけども、まあ 芝ですからね。ニュージーランドトロフィー芝。えー、2層前挟まれてると。58キロだというところもあって、もう巻き返してきても全然おかしくないですよね。しかも人気を落としてっていうところで。だからそういう点では買いたくて仕方がないタイプの馬なんですよね。ただまあニュージーランドトロフィーがちょっと余計にも見えたりしますしね。うん、難しいところではあったりするんですけど、まあちゃんと先行して普通に競馬をしたら、 全然いい勝負をしてもね、おかしくないんじゃないのかなというようには思ったりもするんですけどね。 次にハードワイヤードです。えー、なんかちょっと怖いですよね、名前がね。<laughs> なんかね、ハードワイヤードってなんか、ホラー映画のトラップとかにありそうですけども、ミホノウトでゴハロンが68.3秒、えー、姉妹が12.5、12.3と、まあ地味な時計ですが、まあこれまでもね、目立つ時計ではなかったんですけど、まあ今回はそれまでよりも余裕があるなっていう印象はあります。ただこういう形でずっと構想してきて崩れてないので、まあ、評価下げようがないなということで丸はつけました。で、旧車なんですけど、 ウッド染めのの路ありのところを狙ううっていうねそれがまあ,あの勝率も回収も高い厩車なんですけどまあ周知の通りで反路工事中ですねミホはなんで当然反路なしで反路なしのウッドのみでの過去の成績が勝率5%回収30%台ということで、まあ、こうなっちゃうのでもうほんと今思ったんですけどねあの関東馬が多いレースのねこの追い切り判定ってもう4ヶ月ぐらい休んでやろうかなって思ってます。うん 当がが多いい方が当然やりやりすいですでよね全部こういう評価にせざるを得ないですからね。反路調教の成績がいい。見本の反路の方が成績がいいコースって言っても反路がないんですからね。そこを何ともすることができませんからね。うん。どうでしょうね。まあ皆さんにもちょっと問いかけてる感じなんですけど。はい。で、えっと、前の2頭と比較してタイムの内容を参考に2段階の限定にしましたコース相性の部分ですと。はい。えー、っと、 まあこのハードワイヤードという馬なんですけどね、新馬戦がダート1200メートル逃げ切りがち、1勝クラス先行して3着で、次の1勝クラス前走ですね、4、まあ、5、えー、番手からの競馬で1着という内容なんですけど、まあじゅえー、とかなり順調な、えー、競馬にはなっております。はい、ただ、相手が強かったかと言われると微妙ですしね、あとは、あの、 気になる点で言うと、あの、ムルザバイフジョッキーのインタビューなんかを見ていると、まあ、砂かぶるのがちょっと苦手だなという判断をしているようなので、打ち目とかにあんまり入っちゃうとね、で、いけなかった場合には結構能力出し切れないっていう可能性はあるのかなと。枠は割と重要にはなりそうですよね。 次にブライアンセンスです。見本のードでゴハロが67.4秒、姉妹が11.5秒ということになるわけなんですが、けど、えー、反応がないという点はね、仕方ないにしても、当然過去の内容とはずれてしまうと。ね、その部分はね、うん、気にはなります。ただそのウッドの時計に関してはこれまでと似たようなものでね、あんまり原点材料はないですね。で、旧車としては、ま、どんな状況でもですね、あの、ダート線で、 合わせ先着併入してきた馬の成績がまあバリバリにいい厩舎なので今回の追い切りまあ映像で確認したところこれ二重丸つけていい内容だなと思いました、はい、どんな調教でもっていうのは別に反論でもいいんですよ追い切り、まあ、今ないですけどねポリトラックでもいいんですけど何でもいいんですけどねダート出てくる馬で合わせ先着併入してる馬だけ買っといたらどんどんプラスになってくるような厩舎だったりするので、まあ、そこはねあの僕狙っているところなので二重丸はつけましたでコースとの相性はまあ黒三角となりますはい うんでまあ、この馬に関しては、そうですよね、前走、あの窮屈になる、ね、シーンがありながらね、まあ、それもまたたけし騎手なんですけど、はいね、ありながらも突き抜けた前走は僕の中では結構好印象でした。で、負かした相手ですね、えーまあ、ブレゼストとか、えー、バナルガンドとか、うん、で2走前がサンライズフレームにも先着なんで、戦ってきた相手の、ね、価値が高いなと思うんですよ。 ハードワイヤードと真逆ですかね。ハードワイヤードは戦ってきた相手がそんなに活躍してない強い馬はいなかったと思うんですけど、ブライアンセンスは非常にね、あの、ここまで、えー、非常に2000この1勝クラスっていうところは、相手も含めて内容の濃いレースをしてきたなというところがあります。その点は僕は、あの、プラス評価かなりしていますね。 でえー、次にペリエールですね、はい。ルメールが乗るのにペリエというところでね、ややこしいな、なんて話を対策動画でしましたけど、えっと、のウッドでゴハロンが66.5秒、姉妹がが11.5なんですけど、まあ、こちらもね、反論は当然なしになっちゃうんですけど、まあ、ここ2戦の強い勝ち方をしたレース以上の調教時計にはなっているなというところもありますし、間隔を空いていても問題なさそうだなとは思いますね。はい。で、旧車としてはウッドの姉妹が早ければ勝率も回収も高めの旧車ですと。ただ、反論を使わないことがほぼない旧車なので不安だったんですけど、 まあ、それでもまあ、ルージュエーバユオとか他の馬もね、割とね、あの、構想している感じじゃないですか。あの、だから、えー、え、反路が、なんでしょう、なくなってからというか、改修工事に入ってからね。なので、あんまり影響今んところないのかな、っていうふうには思ってます。はい。この辺はちょっと流動的に行こうかな、っていう感じなんですけどね。で、コースと東京の相性黒三角とさせていただきました。えー、で、 まあこのペリエールね、新馬戦から福永騎手が乗りまして、まあ引退する直前ぐらいまで乗ってね、いいコンビだったんで、もっともっとね、福永ペリエール見たかったですけどね。うん、なんですけど、まあ当然、あの、引退しちゃったんで、それは叶いませんが、えっと、まあ全日本に歳優秀で3着というね、結果を川崎競馬場で出していると。えー、まあデルマ外掛けとお祭り男、そしてペリエール1、2、3着という結果だったんですけど、 まあ、あの、デビューから2連勝してね、2歳優秀の3着、ヒアシンスステークスを勝利して、今度 UAE、UAE ダービーですね、えー、に挑みまして、4着という結果を、まあ、手にしました。うん。キャリア5000しかないんですけど、めちゃめちゃあのー、経験がありますよね。経験値はすごく高いですよね。えー、なんで、 あとはもう、貴重の悪い部分を出さずに力を出してくれれば上位争いなんじゃないかなと僕は思っています。はい。思っているんですけど、うーん、福永騎手とめちゃくちゃ手があった感もちょっとあるので、その辺ですよね。はい。福永専用モビルスーツだった場合にどうなのかなっていうね。そこはちょっと気になるんですけど、まあおそらく大丈夫でしょう。はい。あとはもう、なんか入れ込みすぎててわけわかんないことになってたらちょっと不安だねという感じですかね。 次に、ワールズコライド。はい、えー。こちらもウッドでごハロが65.0秒ということで。なんか、販路がない分、なんか、ウッドの時計が早まってる感じはしますよね。どこの旧車もざっくり見ていくとね。うん、なんか、そういう方がいいのかな。日曜日にウッドででも代わりに早めっていうことがあんまないんですよね。割と皆さんこっちを選んでるんですけど。 うん、その辺の成績集計もね、えー、成績の集計もちょっと今後していかなきゃなと思いますがこの4ヶ月限定でしか使えない話になりますけどね、はいえー、この2 0と比べてもいい内容だと思います新馬戦の時の姉妹も11.2秒でしたしねルメールやレーン騎手騎乗から大野騎手の騎乗予定で、まあ、あの調教が落ちるなんてコテコテのボケはなかったのでうん。 良かったなと思いますしね。で、旧社としてはうっとしまい早めで崩れない旧車であると。で、えっと、反路は必ず必要とした状況が基本だったんですけど、反路回収後にね、反路なしでも構想が結構多いですね。この旧車もさすがですね。はい。で、あまり影響を受けてないので、うん。まだ観察していないといけないですけれども、現状ではそこまで影響が出ていない。僕はめちゃくちゃ出ると思ったんですけど、掘り旧車は。はい。ちょっと今んところ読みが外れてますね。 うん、なんですけどまあ今んとこですよあくまでも今んとこで言えばあの全然大丈夫っぽいです。はい、でえっとそうですねまあこの馬に関してはまあキャリアまだ2 0ということになるんですけれども。 新馬戦じゃないや、えっと、未勝利デビューでね、ダート戦2 0 0メートルをルメール騎手で勝利で、一勝クラス1500メ、えートルをレーン騎手で0.5秒差逃げ切り勝ちという勝ちです。あの、勝ちです、勝ちですって、えー、勝ちをしているんですが、で、2連勝無敗ですね。うんそこからの魔王の騎手騎乗っていう話になっているので、そこでどうなるかって思ったんですよね。もう状況がめっちゃ悪くなり、よくあるんですよ、これがひどい話でね。 例えば川田騎手戸崎騎手ルメール騎手とかねその辺の、まあ、レーン騎手もそうですけどそういうジョッキーが乗る時の調教がよくってで次乗り代わってなんかこうあのいい馬回ってきたなこの騎手中堅の騎手がと思った時調教ボロボロみたいなねそんなことよくあるんですけど今回はそれがなかったということであのむしろそれは騎手がねルメールレーン大野っていけば当然人気は下がるでしょうからそういう点ではプラス要素が増えるかなとは思うんですよね。 はい、で距離延長がの問題になる印象もないですね、1200メートルよりも1400メートルの方がいい競馬していたと思いますしね、しかもまあ東京のダートだったっていうところもありますから、結構この馬も気になる一頭ですね。 そしてラフエイジアンです。はい。なんかバンプオブチキンの曲とかでありそうなね、場名ですけど。えー、ミホノウッドでゴハロンが66.2秒、シュマイが11.3になってるんですけど、まあ、これまでより調教はいいですよね。前祖清流ステークスのアチャックからの巻き返しにこうご期待みたいな、そんなね、 うん、調教に、あの、思えてきました。というか、この調教を見たことで前奏の、あの、二秒差負けの七着っていうところが、振りになんか見えるなっていう、そんな感じはします。ただ、その、旧社としてはですね、これ、とにもかくにも姉妹の時計が地味でね、もう、大丈夫かよ、これ、みたいな、時に、あの、勝負かけてきて、成績がむちゃくちゃいい中立旧社なので、 こういうね、校内容の時はなんか僕の中でちょっと不安が大きいんですよね。成績も悪い傾向にはね、なってしまっているという感じです。はい。コースと調教内緒はまあ黒三角になるんですけど、えっと、東京のダート1600メートル。まあデビュー戦はね、中山ですけど、2戦目から東京ダート1600メートル4戦して2着、1着、1着、7着という結果です。まあ連勝して挑んだ清流ステークスで2.0、えー、秒の7着と。 いう感じにはなっているんですけど、まあ初のこの連帯外しになっちゃったんですよね。なっちゃったんですけど、まあ休み明けだったこともありますし、うん、まあ調教もね、別にそんなに良かったわけじゃないと思うので、もともと目標こっちだったのかなっていう印象にはなりましたね。さっきも言いましたけど。あとはもうこのコース経験が多いっていうのも強みかなとは思いますね。はい。ただし、あの1番手2番手でしか競馬をしていないので、万が一ポジションが取れなかった時には、 ちょっと厳しくはなるかなと思うんですけどね。スイスイ行ってしまったら怖いですよね、この馬が。で、えっと、まあ、気になる馬、追い切りのね、調教の評価だけで気になる馬をリストアップと書いてありますが、まあ、いつももうちょっと場面書くんですけど、今回はそんなにね、あの、うん。 旧社ののとかかか少なかったので、まあ、4頭で頭すかねベンダバリラビア、グレート・サンドシー、ブライアン・センス、あとはもうそのカレン・アルカンタラはね、ここに書かせていただきました。まあ、どんな話をしていたか忘れてる方も結構長くなってるのでね、多いと思いますけど、ま,あ、また振り返って見ていただけたらなと思います。はい、でも他にもね、買いたいもいっぱいいますよ。うん。あの、そういう話も動画の中でしてきましたけど、なんで、週末どう買うかな。イレブンベッドは買いつつ、 もうベンダーバリラビアからちょっと幅広く、なんか手広く買うような馬券も1個追加しちゃおうかなとかね、それとも3連単で、うん、ちょっと手広く買う、泣きの買い目のコーナーもやろうかなとかは思っていたりします。で、えー、あとはですね、その対策動画の方で結構僕注目していたあのコパノパサディナ。こちらね、まあ、出るなら連投なので、まあ追い切りはまあ当然やんないですよね、なしですね。あとはあの、 えー、西木義満っー。も言いにくいんですよ。<laughs> この馬の名前も。なんか、錦木ミッチーってなんか横線多すぎてなんかよくわかんなくなりません、ね、こうやってパッと見ても。はい。このフォントが悪いのかもしれないですけどね。まあ、これがね、芝コースの追い切りなんですけど、僕あの、前にも言いましたけど、芝のね、芝コースの追い切りは個人的にはもう一切買わないので、はい。よほど自分のあの、持ってる指数とかが高ければ別ですけど、 もうよほどのことなければね、芝コースの追い切りは買いませんし、まああの、どうやっても毎年いる、も歴史が証明しているように成績むちゃくちゃ悪いですからね。そこからわざわざね、 あの回収率が10%とか20%しかないところからですねあの選んでそれを 80%90% 上乗せして100%超えさせようなんていうねそんな私あの高望みしてないので馬券に対して、はい、なので、まあ、紹介もなしとねさせていただきましたので、まあ、この4頭というところでこの動画の、ねえー、中で、えー、気になる馬のリストアップということで、はい、ご紹介させていただきました。 まあそんな感じでね、チャンネル登録していただけたら嬉しいんですけど、そうなんですよ、あの、ユニコーンステークスの方は評価がいい馬だけ紹介しても時間の都合でね、マーメイドステークスしっかりやろうっていう話をしていたんですよ、僕。対策動画で。なんですけどね、これユニコーンステークスのこの追い切り判定の動画を途中まで作って気づいたんですよね。 <laughs> なので、まあ、これアップしてからね、マーメイドステークスもちょっと作らなきゃいけないんですけど、あの、娘がですね、あの上の子のね、2歳の方の娘がね、39度の熱が出てですね、ちょっとね、あのー、朝まで、朝、病院行かなきゃいけないんで、まあ、これアップして、動画もう一本作って、そのまま寝ずに、ゴミ出しして、えー、ちょっと24時間やってるスーパーに行って、もう食材とかをね、週末分買い出して、 そして、えっと、娘病院連れてって、だから木曜日のね、あの夜はね、SNS とかもあんまりあの上げないかなと、何にも触れないと思いますので、はい、その点はね、ちょっとご容赦いただければなと思うんですけれども、まあ、あの、マーメイドステクスの方は楽しみなんでね、おい切り判定動画、ちゃんとやろうと思ってますから、まあ、この動画見た方で、次も見たいなという方は、ぜひね、チャンネル登録をして、通知をオンにしておいていただけると嬉しいなと思っております。はい、で、ユニコーンステークス、はい、これにね、あの、まつわるということで、 ユニコーンってあの、まあ、架空の生き物じゃないですかでどんな生き物だったんだろうって知らなくて、まあ、調べたんですけどねあのいっぱいいろんな諸説があってその中で僕一番気に入ったのがあの、まあ、結構性格が悪いとでノアの箱舟,にはノアの箱舟、はい、あのね有名なノアの箱舟にもねユニコーンは乗ったそうなんですよ。 乗ったんですけどね。乗った途端にね。他の動物をね角でね。つきまくってね。ツンツクツンツクやってたんでね。あのー、すぐにですね。海に投げ捨てられたそうです。はい、なんかそれが僕的にはちょっとそのエピソードがなんか面白いなと思って。 どういう気持ちで突っついとったんやっていうねそんな状況なのにまあねでもまあそういうあのまあ攻撃的な人いますからねあの人間でもねユニコーンじゃなくてあの全然もう架空の生き物じゃなくてそういう人いますからねどこに行っても角で突っついてくる人うん増えてますけどねやっぱそういう人はそうですねお前はもう船から降りろと海に投げ落とすまあこれが一番いい解決策なのかなっていうふうにはねそのユニコーンの話からなんかあの一つね学びました。 はい。まあ、そんなわけでね、えー、この動画終わりたいと思うんですけど、あの、一応私は競馬本の著者もやってますので、はい、初見の方、ぜひね、あの、まあ、古いのはもう,もう売ってませんけど、まあ、クッション地の本とかですね、あの、一番右のクッション地の本とか、左のミリオンダラバ建術の一番新しいやつとか、 はい、その辺は売ってますね。真ん中3冊はもうブックオフとかで探すのが一番じゃないかなと思うんですけど、はい。まあ、全然今でも、あの、点乗りの本は買わないでくださいね。見つけてもね。はい。あの、もういないジョッキーもいますしね。あの、新人またジョッキーもいますし、引退してるジョッキーもいますから。はい。さすがにあの、10年以上前の騎手本、今買う人いたらね、なかなか痛いなと思うんですけど、まあ、なんかコレクション的に買っていただけるなら嬉しいですけどね。はい。で、あとはまああの、ミリオンダラに関してはね、たまに僕も、 古本屋とかで見かけることはあります。うん。まちょっとイラッとはしますけどね。<laughs> イラッとして自分で買ってやろうかなと思うんですけど、まだね、すべて家にね、新品で5冊ずつぐらいあるので、まあ、ちょっと買ってもなっていうところでね、邪魔になるなっていう感じなんですけど、あの、持ってない方はぜひね、買っていただければなと思っております。ということで、じゃあ次はですね、あの、マ、ま、ー、あ、メイドステークスの方の追い切り判定動画でお会いいたしましょう。竹内でした。バイバイ。